名古屋ドームです。プロ野球ファンの皆さん、こんばんは。オールセントラル対オールパシフィック、その試合の模様を選手それぞれのコメントを挟みながらご覧いただきます。今日の解説です。まずお一方目、プロ野球人生の最終打席はライトフライという秋山浩二さん、そしてお二人目、1964年2月13日生まれという宮本和友さん、このお二人でお送りします。それではどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まもなく熱戦の火蓋が切って落とされます。さあ、オールセントラルの先発ピッチャー井川、さあどんなピッチングを見せるのか。謙虚さの中に大きな自信、甲子園のマウンドで躍動する寡黙な虎の大黒柱井川慶。エリートコースを歩んできた男が試合に出れない悔しさを知り、新天地で蘇った。今年新たな大地は彼をどのように変えるのか。天才打者坪井友近。初球は低いボール、ワンストライク。昨シーズンの成績出ていましたが、3割3分、そして打点の数は40となっています。外角高めのストライク、あっという間に2ストライクです。次の配球は低めのボール、打った。打球は左、取って一塁送球、一塁はアウトになります。すごい、ショートゴロに終わっています。右打者として驚異の3割5分を記録し、最多安打を獲得、21本塁打を放つなど長打力まで身につけ、まさに完全無欠。攻守ともに充実し、今季は初球を叩いた、低い当たりになった、ワンバウンド、ワンバウンドした。さあ、先制のランナーが出る。谷、レフトへの打球はヒットになりました。谷、最初からヒットが出ました。驚異的なフルスイングでボールを葬る球界最強スラッガー、豪快にして鋭敏な威圧感に満ち溢れた打撃を今ここに。天候一滴、小笠原道弘。タッチして、これは一塁セーフです。オールパシフィック、ワンアウトからヒットが出ています。これも痛烈な打球、取りました。小笠原、ショートライナーに倒れました。なぜあれが入るんだ。投手の声が虚しく響く、驚異の飛距離を叩き出す筋肉バズーカー砲、パワーイズジャスティス、アレックス・カブレラ。さあ、どこから来るか。初球ストレートできました。ここは一球外します。今日のバッテリーご紹介しましょう。マウンド上、タッチして一塁セーフになります。ツーアウトになりました。このボールはどうか。今度も速いボールできました。まあ、思い切ったスイングですもんね。はい、はい、さあ、バッターカブレラ、一塁はセーフです。3投目打っていった、三遊間です。取ってファーストへ、一塁はアウトで3アウトチェンジになります。1回の表が終了。オールパシフィック、得点はなりませんでした。そしてオールパシフィックの先発ピッチャー松坂、さあどうでしょうか。唯一手にしていなかった最優秀防御率の称号を手に入れ、また一歩進化した平成の怪物。今年こそ自らの右腕で優勝の2文字をつかむことができるか。大エース松坂大輔、誰にも真似できないバットコントロールで安打を積み重ねる虎のリードオフマン。積極的な打撃が魅力、日本一の初級スナイパー。変化球打って右へ、ラインギリギリ、これはファウルボール。トップバッター今岡、2球目はどうでしょう。外のボール、平行カウント、ワンエンドワン。今岡、8度目のシーズンを迎えています。さあ、3球目は、あっと打った、三遊間はどうだ。一塁に送ります。一塁楽々アウトです。さあ、宮本さんにお聞きしましょう。まあ、アウトになりましたが、ボールは何だったでしょう。ストレートですけど、速いボールですよ。ですよね。フィールド駆け抜け、勝利を呼び込む一陣の風、球界屈指の快速センター、赤星憲広。初球はどうでしょうか。いきなりど真ん中に来ました。ワンストライクノーボール。まず先頭のバッターを打ち取っています。次の第2球引っ掛けました。打球は右へ、ファースト抑えましたが、これはファウルボール。果たして3球勝負するのか。決まった、三球三振。ここはバットが出ません。三振です。全ての球を弾き返す圧倒的バッティングをもはや封じる術はなし。セントラルリーグ、いや日本一のバットマン、福留孝介。さあ、1投目初球をしっかり叩いた、これは右中間です。大きな、いった、やっぱり入った、先制のホームラン。
球ヒッティングがホームラン。ジャストが捉えた打球はライトスタンドに消えていきました。1回の裏先制となるホームラン。初回いきなりのホームラン。今日は何本の花火が上がるんでしょうか。さあベンチへと向かっていきます。今のプレーをもう一度見てみましょうか。ここぞの場面で結果を出せる球界切手の勝負師、ドラマを作れる専業役者、清原和博。この回あっという間に2アウトになりました。しかしその後ホームランを許しています。どこに入れてくるか。まずはボールから入りました。一球外しました。先ほど去年の成績が紹介されていましたが2割9分、そして打点数は68となっています。これも落としてきました。ワンストライクワンボール。すでに1点を許しています。さあ3投目内へ。2エンド1、2エンド1。第4球あっと低め、平行カウント2エンド2。次が5球目あっと三振。これで3アウトチェンジ。これは身動きできません。1回の表裏終了。しかしオールセントラル1対0リードを取りました。さて試合は1点差となって2回に入っていきます。野村克也以来となる捕手フルイニング出場に3割30本100打点も達成。シーズン MVP も獲得し、アテネ予選でもマスクをかぶった今や名実ともに日本一の恋女房城島健二。さあ初球です。変化球、これは打ち損ねたか。昨シーズンの成績ご覧いただけたでしょうか。3割3分、そして打ったホームランの数が34となっています。緩いボール決まりました。やっぱインコースで腰を引かせると外は打てないわけですよ。はい、キャッチャーの要求は三球三振見逃した。一気に決めてきました。一時首位打者争いを演じるまでにモデルチェンジした打撃と強肩を生かした二塁守備でチームになくてはならないホークスの顔。今年は新たな目標に羽ばたけるか。井口忠人、昨シーズンの成績出ていましたが3割4分、そして本塁打の数27となっています。最初はストレートから来ました。さあカウントはワンナッシング。今日最初のバッターボックスに入っています。さあ2球目、しかしこれは外れています。ボールカウント1エンド1。さあ1アウトです。3球目ストレートを持ってきました。さあ1、2です。6番バッター井口、バッティングカウントになった。これは強烈な当たり、レフトへ上がった。レフトへワンバウンドを打ちました。打ったバッター一塁受けた。さあ二塁間に合うか。ツーベースヒット、井口レフトへのツーベースヒット。長崎で生まれ福岡で育ち、大阪、ニューヨーク、サンフランシスコ、ニューヨーク、今度は北海道。背番号は1です。新庄剛志。何から持ってくるか。コーナーをいきなりついてきます。ボールカウントワンストライク。さあバッター新庄、どこに構えるか。インコース決めました。さあここは追い込まれていますが、さあどういう一球で遊ぶんでしょうか。これも強い当たりだ。低い打球になりました。ワンバウンドヒット、落ちました。さあヒットになった。バックホームする。さあセカンドランナーがホームインしました。1対1追いつきました。パシフィック、点を取られたらすぐに取り返します。同点です。難しい当たりもなぜか正面で取ってしまう卓越した守備能力。そのあまりの守備範囲の広さに他球団の選手から小坂ゾーンと呼ばれることも。日本一の牛若丸小坂誠。さあ1球目、初球は手を出しません。これねきついコースですよね。はい、バッターの8番小坂。さあどうでしょう。しかしこれはボール。さあカウントは1エンド1。この回は1アウトからツーベース、その後ヒットを許しています。さあ3球目はどうか。高めを打ちました。1、2塁間をきれいに破りました。さあヒットになる。小坂ライトへのヒットが出ました。ヒットでつなぎました。さあ打順が移っていきます。松坂、今日の第1打席になります。バッターのピッチャー松坂、初球です。ここは送りバント、抑えた。ヒットになる。
ワンアウトフルベース、勝ち越しのチャンスを作りました。そして打順は1番に戻ります。坪井、このバッターボックスとなります。ここは一気に勝ち越しってとこでしょうね。これが2回目のバッターボックス、どう組み立ててくるか。ここは見ていきます。さあカウントはワンナシング。さあバッター坪井、2球目はどうか。打った、これはファウルグラウンドだ。清原、すでにボールの下に入っている。取ってツーアウトになりました。そして2番谷、さあバッターボックスです。ちょっと嫌なバッターをね迎えてますよね。すでに1点を失っています。まずは初球見送りました。ボールカウントワンストライク。バッター谷、2投目チェンジアップが決まりました。これでツーストライクと追い込みました。次はどんなボールを持ってくるか。あっと打ちました。打球が右、取ってこれでスリーアウト。2回の表終了。しかしオールパシフィック1対1追いついています。さあオールセントラル、次の攻撃は5番からということになります。軽く当てても簡単にスタンドに運んでしまうパワーは本物。グラブさばきのうまさも光る拓来の大砲ジョージアリアス。先ほど昨シーズンの成績が出ておりましたが、2割6分5厘のアベレージ、そしてホームランの数は38となっています。初球簡単にストライクを取ります。いいとこ行ってますよね。はい、2回の裏オールセントラルの攻撃。さあ次はどう攻めるか。変化球を打っていった、ショート後方への打球、落ちた、センターの前に落ちた、ランナーが出る。さあノーアウト。さあ秋山さん、今のバッティングはどうでしたか。今のねスライダーをしっかり打ちましたね。そうなんですね。強靭なリストを生かし右中間に強烈な打球を放てる現役最高の広角打者井岡智弘。今日の1回までのピッチング、許したヒットが2本、この回そのうちの1本がありました。初球は変化球から入りました。ワンストライク。今日最初のバッターボックスです。さあどうでしょう。行きました、左への打球です。三塁線の当たりはファウルになりました。さあ次のサイン、変化球打った、低い当たりになった、二塁はフォースアウト、一塁もアウト。643のダブルプレー。ボールを点で取られることをできる球界屈指のバットマン、不言実行侍前田智則。バッターの7番前田、初球はどうか。まずは変化球、これではバットが出せません。すでに1点を許しています。2投目インコース、ちょっと外れた。ボールカウント1エンド1、2アウトになっています。次が3球目、さあこれは痛烈だ、ライトへライトへ、ボール際はどうか。しかしボールの右、ファウルボールです。さあ4投目、これは低い当たり、レフトの前に落ちた、ワンバウンドヒット。ダブルプレーの後はヒットになった。さあ秋山さん、今のはどう見ますか。本当にね、力のあるまっすぐですけどね。はい、打撃にリードにチームを支える大黒柱、スワローズフィールドの監督にして球界の頭脳古田敦也。この回ヒットを2本打たれています。どこに入れてくるか。初球ヒッティング、いい当たり。今日最初のバッターボックスに入っています。さあ2球目、外は入っています。カウント2ストライクノーボールです。キャッチャーのサインは、あっと三振、スリーアウトチェンジ。結局バットが出ませんでした。2回の裏を終了、オールセントラル無得点に終わっています。さて試合は同点のまま3回に進めています。3回の表オールパシフィックの攻撃、この回クリーンアップから攻撃となります。小笠原、ここは塁に出てつなぎたいところ。最初は内から入りました。さあカウントはワンナッシング。さあバッター小笠原、さあ2球目、低め打ちました。セカンドが抑えます。一塁を送ります。これは一塁アウト。小笠原セカンドゴロに終わっています。打順が変わります。カブレラバッターボックスに向かいます。さあ第1球、最初のボールを決めました。これは反応できませんでした。バッターの4番カブレラ、次のボールは低いボール、左への打球、ファウルボール。さあ次はどうするでしょう。打
っていった左方向へファーストへ一塁これはアウト。いやー宮本さん、今アウトを取ったわけですが何のボールでしたか。スライダーですね。そうですか。何を投げてくるか。まずは見送りました。カウントノーワン。ツーアウトになりました。さあ次はどう攻めるか。変化球打って井川手を上げています。取ってスリーアウトチェンジ。3回の表が終了。オールパシフィック得点はなりませんでした。さあオールセントラル、この後の攻撃はピッチャーから始まります。3回の裏オールセントラルの攻撃。オールセントラルの先頭バッター井川、左のバッターボックスです。井川圭。3回の裏オールセントラルの攻撃。初球はどうか。初球インコース、ボールにしてきました。名古屋ドームから実況生中継でお送りしております。バッターはピッチャー井川。変化球で続けました。変化球を続けました。ここまで1点を与えています。3投目右への打球です。一塁へ。一塁これは悠々アウトです。宮本さん、まあアウトになりましたがボールは何だったでしょう。チェンジアップでしょうね。まあそうですか。まず先頭バッターを打ち取っています。第1球はどうか。初球変化球は空振りです。もっとね楽にスイングしたいんですけどね。はい、はい、ワンアウトランナーはありません。次の2投目しっかり捉えた。この当たりはセンター打ち上げた。新庄追っていきます。打ったバッターはセカンドへ。ショート中継するがバッターランナーはゆっくりと二塁へ。ツーベースヒット。なおかセンターオーバーのツーベースヒット。ここで打順は変わります。高橋、さあリードを取っていけるんでしょうか。この前の最初の打席見逃しの三振に倒れています。最初の1球初球ボール、ノンストライクワンボール。この回ツーベースヒットのランナーを許しています。2投目高めのボール球手を出した。一塁に送ります。一塁これはアウトになります。高橋セカンドゴロに倒れました。そしてクリーンアップという場面福留、このバッターボックスとなります。まあ先ほどのホームランはね豪快な当たりでしたね。2回目の打席はどうでしょうか。最初の1球あっと打った。あこれはファウルグラウンドです。ファウルになりました。ツーアウトになっています。さあ次のボールはあっとこれは強烈な当たり。これは低い打球ライトへ上がった。この打球は取ってこれで3アウト。3回を終了。オールセントラル2アウト3塁からの得点はなりませんでした。さあオールパシフィック、この後6番から始まります。4回の表オールパシフィックの攻撃。そしてこの回の先頭井口バッターボックスに入っています。どこから行く。まず高めのボールワンナッシングです。ここまで1点を失っています。2球目はどうでしょう。変化球フライです。取ってこれでワンアウト。井口ライトへの飛球に終わりました。バッター新庄右のボックスに入りました。ワンアウトになっています。まずは初球。初球村本インコースに来ました。これ厳しいコースですけどもね。はい、ワンアウトランナーなし。このボールはバッと変化球。さっきのインコースで腰が引いてますからね。はい、サインはどう出されたのか。ストレートできました。一球外しました。さあ4球目見逃し三振。最後はバッターは手が出ません。そして次の8番小坂バッターボックスに入ります。ツーアウトになりました。初球は初球振りません。ボールカウントワンストライク。ツーアウトランナーはありません。2投目打ちました。左へ行った。ちょっとスライダーをね引っ掛けてますんでね。取りました。これで3アウトチェンジ。4回の表が終了。オールパシフィック0点で攻撃を終了しました。さあオールセントラル次の攻撃は4番から始まります。4回の裏オールセントラルの攻撃。オールセントラルのトップバッター
清原、先頭バッターとしてまずは塁に出たい田中の攻撃になります。真ん中落ちました、ショートゴロです。一塁、これは余裕があります、アウトです。そして次の5番アリア、バッターボックスです。まずはワンアウトにしています。初球はどうか、初球ストレートできました。この球は外しています。さあバッターアリアス、さあ次はどう攻めるか、今度は落としてきました。ワンストライクワンボール、これが2回目の打席。さあ3球目は今度はまっすぐできました。ワンツー、一つ前の第一打席、センターへのシングルヒットを記録しています。さあバッティングカウントどう攻める、インコース打ってランナーが出ます。2打席連続のヒット、アリアス、センターへの打球はヒットになりました。アリアス、今のがこの試合2本目のヒット、これが2回目のバッターボックス、どこから狙うか。初球は変化球から入りました。ワンストライクノーボール、ここまで1点を与えています。2球目はどうか、打った、これは当たり損ねの打球、ピッチャー取りました。2塁フォースアウト。いやー宮本さん、今は何のボールで打ち取りましたか。スライダーですね。あー、はい、そうですか。1投目まず低めから入りました。これは早いですよね。はい、この回ワンアウトからのヒット、その後は内野ゴロに終わらせました。さあ2球目決めてきます。これも低いボールできました。さあ牽制、タッチして、これは一塁セーフです。さあ次はどうするでしょう。これはストレート、ここは外してきました。これも牽制、タッチして一塁セーフになります。さあ4投目、あっと見逃し三振、スリーアウト。これは読みが外れたか。4回の裏を終了、オールセントラル無得点に終わっています。さあオールパシフィック、この後ピッチャーからの打順となります。5回の表、オールパシフィックの攻撃、この回の先頭バッター松坂、右のバッターボックスに入りました。最初はストレートから来ました、ノーワンです。5回の表、オールパシフィックの攻撃、このボールはストレート、これは際どいですよね。はい、両チームともにヒットは5本となっています。さあ3球目、これは変化しました。さあここは追い込まれていますが、さあ第4球、インコース外れています。2エンド2になっています。さあ何を見せるか、変化球打ちました。この打球はファウルです。ファウルになります。さあどういくか、インコース打ちました。これはピッチャー正面、一塁はアウト、余裕がありました。松坂ピッチャーゴロに終わっています。打順がトップに戻ってきます。すごい、バッターボックスに向かいます。初球です。初球インコースから入りました。ワンストライク、さあワンアウトです。第2球はどういく、ボールです。変化球、変化球ときました。ここまで1点を失っています。さあ3球目はまたインコースに来ました。2エンド1です。次の4球目、あっと見逃し、インコース見送って三振です。次のバッターはどうでしょうか。谷、右のバッターボックスです。さあ3回目のバッターボックス、さあ1投目、最初は内から入りました。しかし見事な制球力、2アウトになっています。どう攻めるのか。さあこの打球は、これは大きい、左中間へ持っていった、あっと抜けた、レフトの頭上を破ります。打ったバッター1塁を蹴った、ツーベースヒット、谷、左中間へのツーベースになりました。さあ打順が変わります。小笠原、このチャンスは生かしたい、勝ち越しのチャンスです。この回ツーベースヒットを打たれています。初球はどうでしょうか。ここは見ていきます。このボールは見送るのが精一杯、
この回2アウトまでは順調に来ました。しかしその後ツーベースヒットを許しています。これはボールです。この誘いには乗りません。さあバッター小笠原、次が3球目。これも強烈な打球、低い打球になりました。あっとワンバウンドヒット。さあヒットになる。バックホーム、セカンドランナー今ホームイン。2対1、センターへのタイムリーヒット、1点を追加、リードを1点としました。そして次の4番カブレラ、バッターボックスに入ります。この回すでに1点を失っています。まずは初球、最初は変化球できました。ワンストライクノーボール。今日の奪三振の数は3となっています。これは一塁セーフになります。今日3回目のバッターボックスです。さあ次はどう攻めるか。これは外れました。このボール球には引っかかりませんでした。なおも2アウトです。さあ3球目、緩いボール決まりました。さあカウント2エンド1。さあ次の4球目は、あっと三振、スリーアウト、テイク。これはボールに反応できません。5回の表が終了。しかしオールパシフィック1点を追加、2対1、1点差に迫りました。さあオールセントラル、この後8番から始まります。5回の裏、オールセントラルの攻撃。その裏の攻撃のトップバッター古田、バッターボックスに向かおうとしています。第1球は初球ストライク。さあカウントはワンナッシング。今日のゲーム打たれたヒットの数が5となっています。2球目はどう攻めるか。変化球入りました。ボールカウント2ストライク。次の配球は決まった。三球三振。三球で蹴りをつけました。ピッチャーに回ります。今左のバッターボックスに入りました。この前の打席はきっちり捉えたんですが、セカンドゴロに終わっています。何を投げてくれた。まずはストライク、ワンストライクです。ワンアウトになりました。第2球打っていった。これはセカンドになります。一塁、これは悠々アウトです。今はセカンドゴロに終わっています。打順が変わります。今岡、右のバッターボックスに向かっていきます。先頭バッターは三振、その後は内野ゴロに打ち取りました。初球外してきました。ワンボールになりました。バッター今岡。さあ2球目、スライダーでしょうか。決めました。ワンエンドワン、ツーアウトになりました。3球目、変化球打った。ファウルボール。次が4球目、あっと三振。これで3アウトチェンジ。ど真ん中、見送って三振です。ゲームは5回まで終了しています。オールセントラル3人で攻撃を終了しています。さて試合は1点差のまま6回に入っていきます。6回の表、オールパシフィックの攻撃。そしてこの回の先頭城島、右バッターボックスに入ります。初球変化球空振りです。ボールカウント1ストライク。6回の表、オールパシフィックの攻撃。第2球インコース、ボール。ボールカウント1エンド1。さあ3回目の打席、3球目はどうする。さあこれはいい当たり、取った、取りました。城島サードライナーに倒れました。そして次の6番井口、右のバッターボックスに入っています。最初のボールは、これも痛烈な当たり、打ち上げて右中間へ、取って、これで2アウト。井口ライトフライに倒れました。そして次の7番新庄、バッターボックスに入ります。最初の1球は何か。まずは見送りました。ワンストライク、バッター2人を打ち取っています。さあ第2球、今度はスライダーを持ってきました。2ストライクです。さあ次のサインは浮かされました。右へ、まあ打っただけって感じですね。取って、これで3アウト。6回の表までゲームは終了しています。オールパシフィック得点はなりませんでした。さあオールセントラル、この後2番から始まります。6回の裏、オールセントラルの攻撃。オールセントラルの先頭バッター高星、
左のバッターボックスに入ります。最初の1球、初球スライダーで入りました。ワンストライクノーボール。ここまで失点1、好投と言っていいでしょう。さあ次のボールは、今度は緩いボールできました。いいコースに行くんですよね。はい、次の配球は行きました。打球は左へ飛びました。一塁送球、一塁、これは余裕でアウト。高橋ショートゴロに倒れました。打順は次に変わります。福留バッターボックスに向かおうとしています。ここまで1点を与えています。最初の1球、初球ボール、ボーワン。今日打たれたヒットの数は5となっています。2投目は低めの球が打ちに決まります。ストライクゾーンをいっぱいに攻めてきます。ここも抑えて2アウトにしたい。3球目、さあいい当たりだ。ピッチャーの横、センター返し、きれいに抜けていきました。ヒットになった。同点のランナーが出ます。福留センターへヒットを打ちました。オールセントラル、今日放ったヒットの数が6となっています。この回ヒットを打たれています。1塁はセーフです。1つ前の打席ピッチャーゴロに終わっています。タッチして、これは1塁セーフです。これが今日3回目の打席。さあ初球です。まずは変化球から入りました。ワンストライクです。先頭打者は内野ゴロ、その後ヒットを打たれています。タッチして1塁セーフになります。なんかランナーが気になるんですかね。はい、2投目、これもいい当たりだ。これはセンターへ大きな打球、伸びていく、逆転、逆転です。逆転のツーランホームラン、余裕の一発。低めを捉えた打球はものすごい弾道でレフトスタンドに入りました。6回の裏、逆転のホームランを放ちました。試合はまたも急変を見せます。シーソーゲームとなるのか。この勢いは次のバッターへとつながっていくんでしょう。そしてベンチ前、チームメイトの祝福を受けます。2点を加えます。逆転成功、1点のリードに変わりました。今のシーンもう一度見てみましょうか。そしてバッターは5番アリア、バッターボックスに入りました。ここで一発打ったらね、クリーンアップ全員ホームランですよね。はい、1投目、まずスライダーを持ってきました。ボールカウント1ストライク。今日は6回途中までを投げて許したヒットが7本、この回そのうちの2本がありました。変化球決まってツーナスイングです。さあバッター追い込まれています。追い込んだが打って左方向へ、ショート取った、ファーストへ、一塁、これは余裕があります。アウトです。アリアショートゴロに終わっています。次のバッターが入ります。ニオバッターボックスです。ツーアウトになっています。何を投げてくるか。高め、まず内に入れてきました。これね、きついコースですよね。はい、さあ3回目の打席、2球目はどうでしょう。バッター見送りました。2球ともインコースを攻めています。この前の第2打席ピッチャーゴロに倒れています。さあ3球目はどうか。インコース高めのストライク、ボールカウント2エンド1。さあ次の4球目は変化球打って右への打球です。一塁、これはアウトです。これで3アウトチェンジ。ゲームは中盤6回を終了。しかしオールセントラル3対2逆転に成功しています。さあオールパシフィック1点を追いかけます。7回の表、オールパシフィックの攻撃。この回は8番から始まります。小坂、やはりこの先頭バッターとしては塁に出たいところです。まず変化球を見せてきました。ワンストライクです。8番バッター小坂、さあ次はどこへ行くか。高め、打球はレフト上がった。前田落ち倒した、ワンバウンド。ノーアウトからの同点のランナー、ヒットで出ます。今のバッティングについてお聞きしますが、今のチェンジアップはね、抑えるのが難しいでしょうね。はいですね、ここで代打みたいですね。さあホームランで逆転のこのチャンス、オールパシフィック。ここでピッチャーに代打を送ってきます。勝負に出ます。ノリが怪我に泣いた、終わってみればあまりにも寂しい成績。伊手前魂は輝きを取り戻せるか。ミスターフルスイング、中村典弘。詰まった、詰まらせました。打球はピッチャーの横、ピッチャーです。一塁はアウト、ランナーは二塁へ。中村
アゴロに終わりました。いい場面で打席が回ってきました。すごい。さあバッターボックスです。今日は7回途中までを投げて許したヒットが8本、この回1本打たれています。最初から低めに来ました。これ厳しいコースですけどもね。はい、さあ次のボールはここは見ます。誘ってきましたが乗りません。この7回途中までを投げて打たれたヒットが8本、失点は2となっています。アウトコースストライク、ツーエンドワンになりました。さあ4投目、これはボールになります。ツーストライクツーボール。さあ5球目、変化球決まった。これは読みが外れたか。この大勢の野球ファンの前で期待に応えることはできるんでしょうか。谷、その注目のバッターボックスです。今日4回目のバッターボックスに入っています。最初はストライク、ワンストライク。先ほどの打席センターへのツーベースを記録しています。第2球、あっと痛烈な当たり、左に持っていった、レフト線に上がっている。ワンバウンドフェア、レフト線に落ちました。今セカンドランナーホームイン、タイムリーツーベース。3対3、オールパシフィック同点。すぐに同点にしてきました。今の場面もう一度見ていただきます。ちょっと体力なくなってきたようですが、ちょっと打順を考えると微妙ですけどね。はい、オールセントラル2番手ピッチャーを送ります。上原、打たれましたからね。ツーアウト、ランナー二塁の場面でマウンドに上がります。さあどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。低めに集められたストレートとピンチになるほど冴え渡るフォークを武器に安定したピッチングを披露、ジャイアンツ不動のエース上原浩二。この回すでに1点を与えています。さあどこから来るか、今度もいい当たり、ファーストが取ります。一塁、これは余裕でアウト。これで3アウトチェンジです。さあオールセントラル、次の攻撃は下位打線からとなります。より一層ご声援くださいませ。オールパシフィック、今日初めてのピッチャー交代です。ミラバル、同点という場面、マウンドに上がります。さあそのピッチングはどうか。昨年は投げに投げまくり積み重ねた白星は16勝、今年も先発ローテの大黒柱としてフル回転、カルロス・ミラバル。7回の裏、オールセントラルの攻撃。対するこの回の先頭前田、ここは塁に出て繋いでいきたいところ。低いボール、左への打球です。ファーストへ送ります。これは一塁アウト。前田ショートゴロに終わりました。そしてバッターは8番古田、バッターボックスに向かっていきます。この回はワンアウトになっています。どこに入れてくるんでしょうか。外めのボールから来ました。さあカウントはワンナッシング。先ほどの第2打席、今日2打席連続となる三振に終わっています。どう攻めるのか。これはカーブでしょうか。このカーブで追い込んでいます。さあ勝負するんでしょうか。三球三振、一気に決めてきました。この場面で大事ですね。さあオールセントラル、ここはこの人に任せます。間です。通算本塁打、助っ人最多の288本、伊手前打線の中核を担った男、パフィーローズ。ピンチヒッターローズ、どこから狙うか。まずはインコース、ノンストライクワンボール。ツーアウトになりました。さあ第2球、インコース、インコースときました。本当ギリギリですよね。はい、昨シーズンの成績ご覧いただけたでしょうか。2割並ぶ6人のアベレージ、そして本塁打の数、低めのボール打って、これはピッチャーショートが取ります。一塁に送ります。アウト、一塁アウトで3アウトチェンジ。7回を終了、オールセントラル三者凡退に終わっています。さあオールパシフィック、この後4番バッターからということになります。オールセントラル、この試合2回目のピッチャー交代です。
久野、8回の表同点の場面で登場します。さあどんなピッチングを見せるのか。球威抜群のストレートと大きく落ちるフォークが武器の本格化、驚異的な奪三振率を誇るジャイアンツの新たなスピードスター、久野博士。3対3、依然同点のまま試合が落ち着いています。初球変化球は空振りです。ワンストライクノーボール。バッターは4番カブレラ。第2球今度も変化球できました。ツーストライク。以上に変わります。8回の表オールパシフィックの攻撃は、さあ次のサインはファーストの変化球、左への打球、ショート取った、一塁へ、一塁、これは余裕でアウト。カブレラ、ショートゴロに終わっています。次のバッターはどうでしょうか。城島、バッターボックスに入っています。今日4度目のバッターボックス。最初の球はいい当たり、初球からいった、フェアです、レフト線に落ちた。このヒットで2桁のチーム10本目のヒット。宮本さん、打ったのはどんな球でしたか。フォークでしょうね。そうですか。さあオールパシフィック、ファーストにダイソーを送ります。柴原、さあこのダイソーはどうでしょうかね。なおもワンアウトです。これは一塁セーフになります。さあオールパシフィック、ワンアウトからヒットのランナーが出ています。タッチして、これは一塁セーフです。先頭バッターは内野ゴロ、その後ヒットを許しています。最初の1球、初球から入れてきました。いいとこ行ってますよね。はい、今日4回目のバッターボックスに入っています。2球目はどうか。あっと打ちました、ピッチャーゴロ、2塁へ送ります。2塁はフォースアウト、セーフ。1塁はセーフ、ダブルプレー取れない。ちょっと次を考えるとここでゲッツーしたかったですね。ここまでは1打点という内容です。タッチして1塁セーフになります。2アウトになっています。ファーストランナー狙ってきた、バッター打たない。さあキャッチャー二塁送球、スチール成功です。本当にね、足が速いんですからね。はい、この前の打席なんです。ファーストフライに終わっています。7番バッター新庄、2球目。さあこの打球は、これは伸びているセンターの打球、ローズ、追いかける追いかける、これは勢いがありません。ゲームは8回の表を終了。オールパシフィック無得点で攻撃を終了しました。さあオールセントラ、次の攻撃は打順よく1番から始まります。センターの坪井、キャッチャーに入ります。8回の裏オールセントラルの攻撃、この回はトップからの打順ということになります。今岡、右のバッターボックスに入りました。さあ初球、その初球は外のボール、カウントノーワン。8回の裏オールセントラルの攻撃、2球目はどうか。変化球、これは決まりました。ワンエンドワンになりました。さあバッター、今岡。さあ3球目、これは強い当たりだ、これは右中間が上がりました。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターはセカンドへ、セカンドが中継、あっと三塁へ、セカンドベースを蹴った、バックホームする、スリーベースヒット。ノーアウトランナー三塁、勝ち越しのチャンスを迎えています。さあ今のプレイもう一度見てみましょう。さあヒットが出ると勝ち越しのチャンス、オールセントラル。サードランナーにダイソーを送ります、金本。まあ足をね見せないといいですね。ここは試合の流れを決める大事な場面、赤星、そのバッターボックスです。このタイムリーでね、勝ち越したいですね。今日4度目のバッターボックス、1投目はどうでしょう。まずはストライクを取りました。ワンストライクです。今日の成績をご紹介しましょう。3打数ノーヒット、ここまでまだヒットがありません。詰まっています。これはピッチャー正面、1塁送球、1塁楽々アウトです。赤星、ピッチャーゴロに終わっています。期待に応えたいこの場面、福留、そのバッターボックスとなります。いい場面になりましたね。今日は1回と3分の1を投げ、許したヒットが1本、与えた得点はありません。初球叩いて、これはいい当たり、ライトの前に落ちました。サードランナー今ホームイン、4対3、ライトへのタイムリーヒット、追加点が入ります。勝ち越しました、1点差。さあ
ホームランで一気に展開変わってくるんでしょうか。清原、その注目のバッターボックスです。いきなり牽制、一塁、これはセーフ。このゲームはここまで3打数1安打、ホームランが1本あります。これは一塁セーフになります。さあランナーは一塁になっています。1投目、あーっと打った、左へ、これはショート。2塁フォースアウト、アウト、1塁マウントゲッツー成功、3アウトチェンジ。今のシーンもう一度見てみましょうか。8回を終了、しかしオールセントラル1点を追加、4対3、最少得点差にしています。さあオールパシフィック、この後8番から始まります。オールセントラル、この場面で4番手のピッチャーとなります五十嵐亮。点差はわずかに1、守りきれるんでしょうか。さあ最終回、注目のピッチング。脅威の右腕から150キロオーバーの剛速球を連発する、160キロに最も近い男、右のロケットボーイ五十嵐亮太。今日のバッティング、3打数2安打、どこから攻めるか。内へのボール打った、右方向、あっと抜けた、抜けていきます。さあノーアウトのランナーです。秋山さん、今のはどうでしたか。まあ優しいフォークでしたね。あ、そうですね、大体いきますね。さあ一発逆転のこのチャンス、オールパシフィック、ここで代打の切り札を送ります。昨年も3割30本100打点を記録した球界屈指の大型スラッガー、その内角球をさばく技術は彼独自のテクニック。居合打ち、免許改伝、松中信彦。ヒットでランナーを出しています。最初はフォークから入りました、ワンストライクノーボール。いきなりランナーを背負っています。先制、カットしましたが一塁はセーフ、ノーアウトです。2球目です、インコースストライク、ツーナッシングです。また牽制、タッチして、これは一塁セーフです。キャッチャーの要求は、ランナー走ります、スイングアウト三振、キャッチャー二塁送球、これはセーフ、スチール成功です。あのスピード魅力ですね。はい、ここは試合の流れを決める大事な場面、すごい、このバッターボックスとなります。今日はここまで4打数ノーヒット、そして三振が2つとなっています。ちょっとボールが沈みましたが、打球は左、取りました、これで2アウト、すごい、サードフライに終わりました。ここはバットで結果を残したい場面、さあどうでしょうか。カニ、さあバッターボックスです。今日5度目のバッターボックスに入っています。勝利まであと1人になった。最初のボール外れました、ノーストライク1ボール。今日のバッティング4打数3安打、打点は1の内容です。さあ次のボールは、しかしこれは決まりません、これは大きく外れてボール2つになりました。ツーアウトランナー2塁です。どうですか秋山さん、オールパシフィックのこの後の展開なんですが。まあランナー返してまず1点っていうのがありますよね。あーですね、はい。さあ牽制、2塁はセーフです。2番バッター谷、さあバッティングカウント、変化球持ってきました、今のは思わず見送りました。これで終わるか、真ん中打った、右へ行った、ファウルです。さあ6球目はどうぞ、あーっと三振、試合終了、最後はバッター手が出ません。このオープン戦は4対3、オールセントラルの勝利となりました。緊迫したゲームとなりました、1点差。さあ今日のゲームお送りしてまいりました。今日のゲームの解説は秋山浩二さん、宮本勝友さんでお届けしました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。